頼んだっけ？開けちゃい！ひっ！なにまさかこれってボクシー村だ！キャッキャッキャ！驚いたか！これは俺様が工作したボクシーブーだ！工作！まず牛乳パックをドン！半分くらいまでカットする。そしたら後ろと横に切り込みを入れる。折り曲げる。次はポリ袋の出番だぜ。閉じているところを上にして半分より下まで色を塗るぜ。紙でパーツもペタッとつけたらストローを袋の中に入れてテープと一緒に巻いていく。そしたら真ん中の穴にセット。あとはデコレーションすればボクシーブーと鬼ごっこしようぜ。制限時間内に逃げ切れたら勝ちだぜ。そんなの買ってよ。それじゃあスタートだ。って聞いてないし。ゆきボクシーブー。いやー逃げろー。みんなもとってもだけ応援してー。うわー今治タオルをたたんじゃおう。今バリバリバリたたんじゃおう。上手にたたんで持ち歩こう。逃げ足は速いみたいだぜ。キャッキャッキャー。なんとか巻いたかな。みんなとはぐれちゃった。つくもたちはどこに？サンサン、くもり、プリル、みんな一人になっちゃったわ。つくもー！そうだわ。捕まらないように隠れましょう。いい隙間があるじゃない。ここなら。ん？見つけた！今のつくも？プリル！来ないでー！そんなに逃げ回るなら暗闇の世界へ引きずり込んでやるぜー！やー！暗いの嫌！電気どこ？あった！ってやー！プリル！捕まったぞ！つまり残ってるのはお前らだけだー！よー！つくもとプリルはボクシーブーのお腹の中さ。サンサン、くもりん、そんなまだ30分あるぜ。急げー！最後はまとめてたっぷり遊んでやるか。なになに？びっくりした。ボクシーブーかと思ったらティッシュ箱だった。驚かさないでよ。ってそうだ、ピコッとひらめいた。他の材料もエッサホイサ持ってきてっと。何するの？僕たちもいろんなボクシーブを作ってノイズを逆に驚かせちゃおう。ナイスアイディア。チョキチョキチョキン。カキカキカッキン。ペタペタペタン。空気をぷくーんとすれば何もしてないでしょう。あれブランソン氏はどこ行ったんだろう。あれを見て。一人で行くのは危ない。みんなで一緒に行こう。お化け怖いの？怖くないさ。可愛いんだね。とにかく追いかけましょう。一緒に協力してくれる子はグッドボタン。パーカー、前歩いていいよ。そっちこそ。二人ともついてきて。はい。もうすぐ。怖いよ。この近くにブランソン氏がいる。これは何だろう。モンタン。後ろ。あー、危ない。ジャンプ。ワン。この鍵は何かしら。あの小屋の鍵かな。木が怖いよ。行くわよ。開いた。ブランソン氏、大丈夫ですか？このままじゃまずい。ブルルル、レスキュー出動願います。よーく狙って。ごめん。次こそ。うわあ。やったやった。顔色も元通り。もう大丈夫ですよ。ブランソン氏、しっかりしてください。スケルトンも退治しました。早く帰りましょう。お腹でも空いてます？バナナ食べますか？食べるよ。僕はバナナじゃないよ。まだゾンビのままだわ。ヒドゥンサイドのアプリがあったはず。アプリ？これよ。わかった。このアプリどういうの？詳しくは知らないけどヒントになるかも。このアプリでゴーストを退治できそうだよ。ヒドゥンサイドのセットを持ってる？はい。街がゴーストだらけだわ。僕たちのセットはお墓だね。完了。セットをスキャンと。わあ、セットの周りが変わった。モンスターが3体も。グルームを除去しましょう。でもどうやって？カラーホイール？カラーホイールをイエローにしましょう。イエローはバナナの色だから。黄色。グルーム発見。タイミングよく止めましょう。ここだ。次はレッドなって。レッドはトマトの色だから赤色。またグルーム発見。次は2回もあるわ。ここ。あれ、貸して。天才でーす。たまたまでしょ。次はブルーよ。ブルー？青だよ。グルーム全部見つけたみたいよ。ジャックをスキャンしちゃおうっと。僕？ゴースト発見。僕の中にいたの？怪しいと思ったんだよね。そんな。攻撃を跳ね返すので精一杯。オーバーヒートしちゃったみたいよ。攻撃のしすぎもダメってことね。ゆたんおめでとう。ブランソー氏の呪いもこれで解けるかも。ジャック頑張れー。お化けよ、出ていけー。お化けもなかなかやるのー。撃つべつ撃つべつ。やったー、倒したー。さすがサンさん、ブランソン氏元に戻ったんですね。本当によかったー。ジャック、パーカー、スペンサー、助けてくれてありがとう。さあ、この墓から脱出するぞい。消防車で帰りましょう。おまけなんてへっちゃらさん。このお話は夜の学校での出来事だよ。すっかり遅くなっちゃったね。そろそろ帰ろっか。うん。あ、待って、トイレに忘れ物しちゃった。僕ちょっと取ってくる。サンさんはここで待っててね。クモリ？どうしたの？女の子がいたんだ。ちょっと一緒に来て。僕が使ったトイレはここだ。何も見当たらないな。トイレの中に落としたんじゃないの？リバーを回して。今の声はレバーを回してって言ってたような。わあ、ここにレバーがある。一回開けてって書いてあるよ。なるほど。レバーを回して、レバーの通りに蓋を開けていけばいいんだ。まずは一回開けてと。何もないね。そうだにー。それじゃあ何も見えないでしょ。ちゃんとくもりんも確認して。疑ってごめんね。うん、でもまだ忘れ物見つかってないから戻って探さないと。他のトイレなら合ってないかもね。そーっと、よし、いない。早く帰りたいから手分けして探そう。ホットアイディア。探し物を応援してくれるお友達はグッドボタンで応援してね。サンさん、やっぱり怖くていけないよ。みんな、もっとグッドボタンでくもりんを応援してあげて。みんなありがとう。勇気が出てきたぞ。じゃあ僕も。3回開けてか。1回、2回。うわー、怖いよー。3回。いないね。残りのトイレはあと2つだよ。サンさん、怖いからせーので回そう。わかった。せーの。3回開けろっか。僕のも1回、2回、3回。何も起こらないね。閉めよっか。もうやめてー。カビネットのラジオ。階段、肝試しにやってきたサンサンとくもりん。ねえ、ほんとに行くの？何言ってんの。おまけの都市伝説とか面白そうじゃん。でもやっぱり怖いよ。学校のお化け、気になる子はグッドボタン。果たして2人はどんな目に遭ってしまうのか。まずは教室にやってきた2人。さーて、お化けはどこかな。懐中電灯で見てみよう。どこかな。教室にはいないんじゃ。ねえ、くもりん、あれって。お化けいや、きっと見回りをしている警備員さんだよ。早く隠れないと見つかって怒られちゃう。ねえ、本当にそう思う？学校の階段その1、理科室にある人体模型。実は夜になると動き出して学校を徘徊しているんだって。花瓶が割れちゃった。サンサン、とにかく今は逃げなきゃ。あ、ちょっと待ってよ。花瓶壊れた。とりあえず逃げてきちゃったけど、花瓶のこと謝りに行こうかな。ダメだよ、先にお化けを見つけなきゃ。それに明日先生に言えばいいじゃん。っていうか、そもそもくもりんが。あ、鏡だ。鏡って何かあるの？学校の鏡といえば、学校の階段その2。鏡はお化けの通り道で、お化けの世界に吸い込まれるとか。ちょっと怖いこと言わないでって。サンサン、後ろ。何もいないけど。わかった、くもりん怖くなってきたんでしょう。そういうんじゃ。ちょっと、くもりん。トイレに逃げ込んだサンサンたち。もう、くもりんどうしちゃったの？だってお化けいたんだもん。お化けを探しに来た。まあでも、ちょっと安全なところで休憩しよっか。あ、そうしよう。今何か。あ、思い出した。学校の階段その 3階の3番目のトイレには花子さんっていう幽霊の女の子がいて、トイレの中に引きずり込まれるんだって。ここって建設現場。ここでは何が起こるかわからない。くもりん、帰ろうよ。いいじゃん、面白そうじゃん。噂では幽霊が出るらしいよ。いやー、はい、サンサン怖がり。あ、見て見て、あのクレーンかっこよくない？そうだね。でも何に使うんだろう。多分車や材料を運んだりするんじゃない？どうしたの？なんかいたような。むむ？もう何さん？おかしいな。確かに。夜の建設現場は何が起こるかわからない。くもりん、待ってよー。ほら、こっちこっち。ねえねえねえ、これなんだろう。ああ、こらこら、勝手に触ったら怒られるよ。え、なんだって。大丈夫だって。ちょっと、くもりん動かさないの？何？何もやってないよ。くもりん、僕じゃないってば。変なこと言ってないで行くよ。ああ、ちょっと。建設現場は何が起こるかわからない。あっ、これはエレベーター。くもりん、早いって。お邪魔します。ああ、また勝手に乗って。大丈夫、誰もいないんだから。誰？サンさん、さっきから変だよ。そうかな。みんなは何か感じる？何か気づいたらグッドボタン。僕は分かりません。ほんと怖がり屋さんなんだから。え？くもりん？僕何もしてないよ。勝手にエレベーターが動くなんて。くれてありがとう。